毎日のご飯作りお疲れ様です。青ニーナ作り置きキッチン、青ニーナです。今回は急に秋めいてきて、あったかいものホクホクするものが恋しくなりましたね。秋が旬の鮭、じゃがいも、きのこなど盛りだくさんの作り置き全11品をあなたにご提案します。私のチャンネルは毎日頑張る主婦さんに1週間作り置きを通して、献立を考える悩みを減らしたい、節約をしたい、毎日の料理時間を減らしてゆとりを持ちたいが叶うチャンネルです。秋鮭のバターマシマシムニエル1人分115円材料です。生鮭に塩を振って、キッチンペーパーで水分を拭き取ります。拭き取ったら大さじ5小麦粉入ったトレーに鮭を入れてしっかりまぶします。このくらいね、しっかり小麦粉をつけたら、直径28センチのフライパンにオリーブオイル大さじ2敷いて、油を回して鮭を並べて、あ、そうだ、鮭を皮の面から焼くから反対だ、あららら、らそうだ、中火にかけます。1分ぐらい経つとね、こういう風にこうジュク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 焼ける音がしてくるので、このまま3分放置します。3分経つとね、この真ん中の火の通りがいいところの鮭の端っこがね、こう焼けてる白い色になってくるんで、そしたらちょっと焼き色をチェックします。うん、もうちょっとだね。うん、手前もそうだね、焼けてないね。焼けやすいようにちょっとこう配置替えをして、またこのまま3分放置します。じゃあ3分経ったからどうかな。もうほとんどね、もう焼けてきてるんだけどね、見てみよう。おお、いい焼き色。じゃあこれをね、ひっくり返します。おお、こっちもいいね。でも手前はちょっと火具の通りが弱いからまだかな。うん、そうだね。そしたらね、ローテーションします。よいしょ。じゃあこっちをこう、よく焼けてるのを外側にして、全部ひっくり返したらこのまま2分放置します。で、こう余裕があれば皮がパリッとすると美味しいから、こう皮をこうトングで持って焼きつけるように、こうフライパンに当てながら焼くと良きです。皮の目をこう押し付けて焼いたら、こんな感じにすごくいい焼き色に皮目が焼けるから、うん、おすすめ。やるの、ほらこっち側もすごいね、いい焼き色じゃない。もう鮭には火が通ったんで、ここでキッチンペーパー2枚で余分な油を吸い取ります。結構めんどかったりするんだけど、あの味が濃ゆく仕上がるし、こうベトベト食感がしないんで、やるのをおすすめします。なんかキッチンペーパーまで焼けちゃった、こんがり。これ食べ物と間違わないようにしないと、ね、ほらこれ分かんなくない、これ、この鮭と分かんなくない、キッチンペーパー、これ、これ鮭ないよね、これ。そしたら一旦火を止めます。そこに今回はバターマシマシなんで、バター 30g、 あ、醤油が小さじ2、にんにくチューブ5センチ、レモン汁大さじ2を入れて、再び中火にかけます。すぐね、チューって言ってくるんで、あとはもうフライパンをこう揺らして回して、ね、両面にその味を染み込ませたいので、ひっくり返して両方に味が染み込むように、でひっくり返したらまた揺すって、でこうやって1分ぐらい揺らしたらね、火を止めて出来上がりです。結構ね、小麦粉でコーティングしたんだけど、焼いてると身がほぐれやすいので、優しく洗
てくださるとありがたいでございます。ポイントとしては3つチュキチュキチュキありまして、1つ、鮭は火をつける前に皮目から入れて皮目から焼く。2つ、鮭が焼けたら余分な油をキッチンペーパーで吸い取る。3つ、バターをいつもの倍の量でコテコテマシマシ美味しい香り続出ということでございました。デリ風小松菜とひじきのツナコーンサラダ1人分81円、材料です。小松菜はざく切り、乾燥ひじきは表示通りに水で戻し水気を切ります。耐熱容器に小松菜を入れ、蓋をずらしてのせ600ワットで3分レンチンします。水分を抜き、ひじき、ツナ、コーン、調味料を入れて混ぜ混ぜし、冷やせば出来上がりです。デパ地下に売ってるようなサラダにね、仕上がりました。で、小松菜とひじきで鉄分、ツナで吸収を助けるという新女性の味方メニューを考えてみました。さっぱりヘルシートマトと大葉の和風マリネ1人分76円、材料です。トマトは一口サイズの乱切りにし、大葉は千切りにします。ポリ袋にトマトを入れ、大葉、調味料を入れ、トマトが崩れないように優しくフリフリすれば出来上がりです。漏れが心配な場合はポリ袋を二重にして保存しましょう。冷蔵室に置いておくとオリーブオイルが固まることがありますが、常温に置くと元に戻りますので問題ナッシングです。失敗しない基本の肉じゃが1人分130円、材料です。じゃがいも5個は1個を半分大きめにゴロッとカットします。人参1本は乱切りにします。玉ねぎ1個はくし形切りにします。椎茸4個は半分にカットします。今回はね、節約目的なんで、本当はね、牛肉のバラ切り落とし肉使いたかったんだけれども、まあ豚こま肉にこれでも十分美味しいので、こちらを 250g 使います。白滝1/2袋、約 150g は水気を切ってあります。長ければカットしましょう。冷凍インゲン10本、こちらは冷凍のまま使います。長ければね、半分にパキッと手で折っておきます。炊飯器のお釜にじゃがいも、人参、しいたけ、玉ねぎをドバーン。豚こま肉、白滝、和風だし大さじ1、砂糖、今回は甘めに作るので大さじ4、みりん大さじ4、料理酒も大さじ4、醤油も、あ、醤油大さじ4。いや、これちょっとドバッと入っちゃった、これどうしよう。わお。水 100ml 入れて、でこうお肉とかね、こうばらしてその場を整え、うん、まあこんな感じでいいかな。で
炊飯器をグオングオンさせて入れた調味料を気持ち混ざるように願いを込め、炊飯器の白米モードで炊きます。いってきます。重いからね。せーの、よいしょ。炊き上がったら、おー、美味しそう。冷凍のままのインゲンをパラ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 とチリパメで再度蓋をして、このまま30分保温のまま置きます。冷凍インゲンもね、このようにきれいに溶けて馴染んで出来上がりになります。で、今回のねテーマは、まあ、基本のおかずシリーズってことなんで、まあ、基本作ってみたい、美味しいといえばやっぱ肉じゃがなんで、失敗しないし簡単だしっていうやり方で、今回ゴロッとじゃがいもを切って肉じゃがにしてみました。新生活迎えた方や、いつもね仕事で忙しいママさんのためにほったらかしでできちゃうものをお届けすることができて、私とても嬉しいでございます。ポイントというと、もう一つ、いや二つ切る時のそのじゃがいもをね、もう本当そうね、この私のげんこつよりは小さいけど、このツナ缶ぐらいかな、このツナ缶ぐらいの大きさのじゃがいもでも、もう半分でいいからね、ちょっと大きすぎるんじゃないかなって思っても、もう半分でいい、もう思い切ってもう半分に切って、そして炊飯器へぶち込むと、あとはもう炊飯器にお願いすると。そしてもう一つは、豚こまはあまりこう入れてからばらしすぎちゃうと、仕上がりがもうポロ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 細かくなっちゃって、見た目もうーんって思うし、まあ味は美味しいんだけど、まあそういった意味で、まあ気にするっていう人はこうゴロッと入れてささっと混ぜて、あとは炊飯器にお任せというコースで作ってみましょう。そうすると結構ね、意外にも触っちゃった豚こまがね、まとまってくれるんで、うん、おすすめです。無限塩だれキャベツ1人分8円材料です。キャベツは食べやすい大きさに手でちぎります。後ポリ袋に入れ、調味料を入れて、もみもみしまくりまくりスティーすれば出来上がりです。このまま30分ほど置けば召し上がれます。漏れが心配な場合はポリ袋を二重にして保存しましょう。おつまみにも最高な一品ですね。ごぼうとハムのハニ味噌マヨサラダ1人分38円、材料です。ごぼうとハムは千切り、しめじはほぐします。耐熱容器にごぼう、しめじを入れ、蓋を浮いちゃった、はい、このままずらしてのせ、600ワットで5分レンチンします。水分を抜き、ハム、調味料を入れて、混ぜ混ぜすれば出来上がりです。お好みで青ネギと白いりごまをかけてお召し上がりください。ここから舞茸とチンゲン菜のそぼろ炒め1人分83円、材料です。
豚ひき肉は 200g 使います。チンゲン菜2株は5センチの長さにカットします。根元はこんな感じでね、洗ってこういう風に縦に割って切ると良きです。舞茸は入れる時に大まかに割って入れるのでこのままで大丈夫です。舞茸は1パック使います。ごま油大さじ1、中火で熱したフライパンに豚ひき肉を入れ炒めていきます。2分ほど炒めたら舞茸を大きく裂きながら入れて、このぐらいで大丈夫ね。そこにニンニクチューブ5センチ、料理酒大さじ1、ここで一旦こうニンニクチューブを溶かして全部に行き渡るように混ぜ混ぜして、でこうやって混ぜてるとね、この舞茸がほぐれてくるんで、あえて粗めに入れてます。でこの後チンゲン菜も入れるからなおさらね、ほんとこういう風にも大きめざっくばらんで OK です。で火が通るまで炒めていきます。2分ほどで炒めたらもうほとんど火が通ってるので、そしたらここにチンゲン菜を入れちゃいます。全部混ぜ合わせながら火を通します。5分ほど炒めてね、このようにも油も全体に回って葉もしんなりして茎の白い部分にも照りが出てきたら一旦火を止めます。調味料スペースを作って豆板醤小さじ1/2、味噌大さじ1、トン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 、鶏ガラスープの素小さじ1、醤油小さじ1、すりごま大さじ1入れて、一旦ここでね混ぜ混ぜします。炒めてたおつゆとかも出てくるんで、それを使って溶かします。うん、このぐらい大丈夫だね。全体に混ぜ合わせます。再び中火にかけて2分ほどね、ジュージュー煮てくれば出来上がりです。でポイントはね3つあります。まず最初に舞茸入れる時に、本当にもうよく売っている舞茸のこんくらいのパックあるじゃない、あれをね4つぐらいに割るぐらいで全然大丈夫。火通り大丈夫かななんて不安になっちゃうことあるんだけど、その後にひき肉とも混ぜるし、チンゲン菜とも混ぜるし、でいっぱい入れる調味料にも混ぜ合わせたりするんで、もう混ぜ混ぜ攻撃受けまくりなんで、全然もう舞茸はもうバクッとザクッと大雑把に入れましょう。このように残ってます。で次が調味料を入れるときに一旦火を止めます。まあなぜかっていうと、調味料をねわりかし1、2、3、4、5種類入れるんで、もたついちゃってるとチンゲン菜とかひき肉とか舞茸に火が通って焦げちゃうっていう心配もあるんで、なので一旦火を止めて、で調味料スペースで一旦混ぜてから全体を混ぜると。で全体混ぜた後に火をつけましょう。はい、そうすれば落ち着いて調理ができます。で最後3つ目はちょっと順番が戻っちゃうんだけど、チンゲン菜を一気に入れちゃって、代わりどうなるかというと、茎はシャキッといただけて、で葉の部分はしんなりじゅわーっていう感じの食感になります。まあどちらもね、シャキッといきたいっていうんであれば分けて入れることをお勧めしますけれども、特にこだわらないっていうことだったら全然もう一緒に入れちゃって混ぜ混ぜして調理しましょう。お好みでね、この刻み赤唐辛子、あとはねちょっと見づらいんだけどラー油を垂らしてお召し上がりください。かぼちゃと豆のサラダ1人分、76円、材料です。かぼちゃはラップにくるまって売られてる時のままレンジで600ワットで2分まず温めます。レンチンすることで身が柔らかくなって、かぼ
茶が切りやすくなります。このくらいの大きさにカットしたら全部耐熱ボウルに入れてラップをかけて600ワットで6分チンします。その後マッシャーで潰したものがこちらになります。玉ねぎはブンブンチョッパーでみじん切りにします。大豆、水煮の汁気は切ります。かぼちゃがまだ熱いうちに大豆、水煮と玉ねぎを入れ、マヨネーズ大さじ3、コンソメ小さじ1、塩コショウ3振り、豆乳30ミリリットル入れて混ぜ混ぜすれば出来上がりです。ポイントは2つあって、かぼちゃを皮付きのまま使うこと、特にこう汚れとか気になるところがなければぜひぜひ全部使ってほしいところで、皮にも栄養があるし、皮が緑なので黄色の中に緑が所々にあるとすごく映えるし、彩り豊かで見た目も良きになるので皮は入れてほしいです。もう一つのポイントは、熱いうちに玉ねぎのみじん切りを入れるということですね。まあ、なんでかっていうと、生の玉ねぎなので少しでもかぼちゃの熱でしんなりかつ甘さが出ればよりこのサラダに馴染むので、かぼちゃレンチンしてすぐマッシャーで潰して、熱いうちにみじん切りの玉ねぎと混ぜてもらいたいです。胸肉の磯辺風ピカタ1人分87円材料です。鶏胸肉は一口の大きさのそぎ切りにします。ポリ袋に鶏胸肉を入れて、塩コショウ10振り、砂糖小さじ1入れてもみもみします。全体に行き渡ったら縛ってこのまま20分放置します。漬けている間にピカタ液作ります。卵2個割り入れて、パルメザンチーズを大さじ3、青のり大さじ2入れて溶きます。これでピカタ液の完成です。はい、20分経ったらピカタ液に鶏胸肉をボボンしてくぐらせます。くぐらせたら直径28センチのフライパンにオリーブオイル大さじ2式強火にかけます。フライパンが温まったらピカタ入れてきます。フライパン目いっぱいに入れたらこのまま2分放置します。では2分経ったのでひっくり返していきます。こうくっついてたらね、こう剥がして、で1個ひっくり返す、ひっくり返す前に剥がして、でひっくり返す。でまあ、薄くそぎ切りにしたのですぐね火が通るので、2分待ってる間にちょっと煙がいっぱい立ち込めて焦げそうっていう場合は、このように中火にして焼きましょう。でちょっと中火で焼いていきます。このまま3分放置します。もう多分真ん中は焼けてると思う。こっちの端は、あ、端も大丈夫だね。はい、じゃあこれで火を止めて出来上がりです。もう焼いてるそばからね、青のりの香りがして食欲そそります。でこれをね、まだ焼いてない胸肉あるんで繰り返して焼いていきます。で再度焼くときはキッチンペーパーでね、一回フライパンを拭き拭きして、こういうカスとかね、こういうのを取り除いてから再びオリーブオイルを敷いて焼いていきましょう。ちょっと余っちゃったピカタ液はこう乗せてね、少しずつこう胸肉の上に乗せて移植させます。ね、もったいないしね。
全部胸肉2枚分焼き終わりまして出来上がりです。もう本当にもうここまでも青のりの香りが香ってきて、こうチーズと相まってね、もう早く食べたいと申しております。あと引く味噌マカロニサラダ1人分40円材料です。きゅうり2分の1本は輪切りにします。人参4分の1本はスライサーでシュッシュします。玉ねぎ4分の1個は繊維に逆らって薄切りにします。ツナ1缶はホイルごと使います。マカロニ 100g は表示通りに茹でて水気を切ります。きゅうり、人参、玉ねぎをボウルに入れて塩小さじ2分の1を入れ揉み込みます。このまま10分放置します。水気をぎゅーっとしっかり絞ってボウルに戻したらツナ、ちょっと端っこを開かせてここに調味料スペースを作って味噌大さじ1、マヨネーズ大さじ3、粗挽き黒胡椒小さじ2分の1入れてここで一旦混ぜ混ぜします。はい、このくらいだいたい合わさったら他の食材材料と合わせます。マカロニをドスン、あ、入んないな、よし、入れてちょっとこう上に混ぜ合わせた具材をのせながらこうほぐして、マカロニをほぐしていってここに混ぜ混ぜしてうまく混ざり合ったら出来上がりです。はい、でポイントはね2つあります。で1つは塩もみした後にねきゅうり、玉ねぎ、人参をもうギュッとしっかり絞ります。で今回玉ねぎはね、まあ旬の新玉ねぎを使ったんだけど、まあ、新玉ねぎ使った場合には結構水分がもう出るので、もうそこをしっかりギュッとお見逃しなく絞りましょう。でそうすることでね保存も効きますし水っぽくべちゃっとならずに済みます。そしてもう一つはマカロニを入れる前に調味料を入れてこの具材と合わせておくことで、最後にマカロニを入れてなじませると。最初に全部入れちゃうとうまくまとまらなかったり茹でたマカロニが崩れちゃったりする可能性があるの で今回その、まあ、マカロニサラダっていうとね普通のもうマヨネーズと塩コショウでっていうのが、まあ、オーソドックスな作り方なんだけれども、味噌を入れることによって、まあ、いつもと違うマカロニサラダを楽しめるのと、あとはこうコクが出るのでとてもおすすめです。でそのコクに粗挽き胡椒を入れることによってスパイシーさを加わると。でこれがまああの1回で2度おいしいみたいな、そういう味付けに仕上がっております。居酒屋風やみつき唐揚げ1人分117円材料です。鶏もも肉2枚は大きめにカットします。唐揚げなんでね大きいのがいいよね。小さめのフリーザーバッグに鶏もも肉を入れて塩麹大さじ2、焼肉のタレ 100ml、 にんにくチューブ 7cm、 ラー油 1,2,3 小さじ1ぐらいかな入れてもみもみして空気を抜いて封をすれば居酒屋風やみつき唐揚げ下味冷凍は出来上がり。
片栗粉の入ったポリ袋に汁気を切った鶏もも肉を入れてまぶします。170度に熱した揚げ鍋にまぶした鶏もも肉を入れ、途中転がしながらね、5分ほど揚げれば出来上がりです。私のチャンネルでは毎週金曜日夜9時に1週間3000円台作り置きをアップしています。ぜひチャンネル登録ボタン、またその隣のベルマークをタップして次回をお待ちください。おいしそうや、なるほどと思ったところが一つでもあったら、いいねボタンもぜひぜひ、今後のメニューの参考にさせていただきます。